沖縄バプテスト連盟は沖縄県浦添市に事務所を置くプロテスタント系バプテストの団体。1890年にバーナード・ジャンベッテルハイムの沖縄伝道に多くの関心を持ち、世界一周旅行の途中に神戸へ立ち寄り、同郷でバプテストの宣教師をしているタムソンと出会った際に、 琉球伝道に関心を持つスコットランドのアランと、その家族の熱心な祈りと心からの献金により1891年に伝道師として原道之助と岡本伊佐武とがアメリカンバプテスト宣教師会から派遣されて沖縄講義所が建設される。その後、1899年に那覇バプテスト教会が教会組織となり、1911年には、 リトマントな海外にも首里、カデナ、西原、柿花と各地に抗議書が開かれて街道が建てられて、雪協会として進展していく。しかし、太平洋戦争の戦況が厳しくなるにつれて、活動は縮小されてゆき、沖縄戦の戦果によりすべての街道は焼けてしまい、失われることとなる。1945年の夏に、日本の敗戦を迎えるが、 かつてのメンバーは試産してしまい、戦後に復興を果たすことができているのは、旧なハバプテスト教会のみである。会人に対して、全党が収容所生活状態の中から、福音宣教の芽生えが始まる。教会への帰属意識もなく、信仰者たちは賛美を捧げて、聖書に書かれている神の言葉を読み戦争の傷を癒してゆくのである。沖縄うちに残っていた。 巻栄者たちのほとんどは戦死しており、羊たち教会役員の手で礼拝が行われて、牧会がなされる時代が続く。沖縄にあるバップテストの教会にとり、廃墟の中疎開している、テルヤ・ヒロシ藩の帰郷は大きな励ましとなり、加盟教会の復興が進められることとなる。1946年より、テルヤ・ヒロシ藩は、前バルで牧会伝道を開始する。伊波郎は、 近にて開拓する。近隣には多くの集会が持たれてゆき、今日までにいくつかの群れは教会となっている。1947年にプロテスタント計画共派合同の沖縄キリスト連盟が発足し、1950年6月9日には単一教会を目指して沖縄キリスト連盟が沖縄キリスト教会に改祖となり、教会規則が制定される。 しかし、1953年に沖縄キリスト教会の単一教会法人化の作業が進められる中で、バプテストの信仰的な教会間の違いから、沖縄キリスト教会を脱退して、バプテストの教派グループとしての再出発となる。しかしながら、離脱は直ちに経済的な困難をもたらすのであるが、半年後に思いがけないところから援助の手が伸ばされてくる。それは、 関東学院の幼稚園から大学までの全園児、児童、生徒、学生の10円献金であり、3年間も続けられる。1944年10月10日の空襲で、那覇市が海人に返した後は、那覇の旧市街地は長い間アメリカ軍の管理のもとに置かれていたが、1954年3月に解放されて区画整理されている教会の跡地に、 カリカイドウ建築士を建築して、那覇市での伝道を再開して、那覇バプテスト教会は復興されることとなる。1955年の1月に、アメリカンバプテストの宣教師である、ボーリンジャーと関東学院大学を卒業したばかりの山地はじめが、沖縄伝道のために派遣されてきて、本格的なバプテストとしての伝道が展開されてゆき、晴れて沖縄バプテスト連盟を結成する。 同年12月には日本バプテスト連盟から国外宣教師として派遣されている調整路の一家が加わり各地に伝道の拠点が形成される。中流アメリカ軍のチャプレンや軍人の中には米国南部バプテスト連盟の信仰者が多く英語協会も沖縄バプテスト連盟に加わりその後の活動への励ましに多大なものがある。また沖縄における バプテストの働きは、アメリカンバプテストと日本バプテスト同盟の共同の努力により始められてゆき、戦前戦後の境会形成がなされており、1955年以降は、日本バプテスト連盟の支援また、米国南部バプテスト連盟の協力もあり、15年間は日本バプテスト同盟と日本バプテスト連盟との支援を受けている。1972年以降は、 日本への復帰に伴う沖縄の各政党や企業等の団体は日本との系列化の準備が進められており沖縄のバプテストもその方向性を論議することとなる特殊な事情の中での選挙活動ではあるもののアメリカの2つの選挙団や日本バプテスト同盟と日本バプテスト連盟との支援を受けての伝道であり沖縄バプテスト連盟の帰属問題は真剣に論議が繰り返されるが 分離貴族も困難な諸事情の中にあるとして、両選教団や両同盟、連盟の理解により、今日に至るまで、日本バプテスト同盟と日本バプテスト連盟とのどちらにも加盟せずに、現状のままでの存続を決議して、それぞれと関係を維持して保ちつつ、独立のバプテスト団体として存続している。1991年に、沖縄バプテスト選挙100周年記念式典を、 挙行して、第二世紀への決意を新たにして、感謝の礼拝を行う。ありがとうございます。